今日はベースラインの憧れの一つであるジェームス・ジェマーソンさんの名演 What's Going On のベースラインをリズムの観点から説明していきます。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。ですね、早速始まりましたけどもね、冒頭にも話しましたように、今日は久しぶりにベースラインの解説というふうな感じのことをやっていこうかなというふうに思っております。で、今回のものと言いますのは、まあ冒頭にも話しましたように、ジェームス・ジェマーソンさんの名演を取り上げてやろうかと思うんですけども、そのジェームス・ジェマーソンさんの名演、まあ今回 What's Going On というふうな曲をやるんですけども、まあ今回のシリーズ、まあ初めてというわけではなくてですね、3回目というふうな感じになっております。で、もし、1回目2回目まだ見てないよという方がいらっしゃいましたら、上にリスト作ってあげときますので、もしよかったらね、見ていただけると嬉しいなと思います。と言いますのも、今回どのような場所を取り上げようかと言いますと、 What's Going On というものっていうのはイントロがあって A メロ A メロというふうな感じで、まあ、同じような感じで続くところがあるんですけども、まあ、今回は2回目の A メロにあたるものを解説しております。で、2回目の A メロというのは、まあ、A メロというもの自体が全部で12小節一塊になってできているものなんですけども、今回はリズムの側面を大きく話していこうかと思っているんですけども、やっぱりその細かく細かく皆様がね、なんというかこう、ちょっと僕が弾いたものを真似して弾いてもらうとかではなく、しっかりそのリズムの観点を理解した上で、まあ、応用も聞くような感じで、まあ、弾いていただきたいな、弾けるようになっていただきたいなという思いのもと、やっぱ細かく解説するとすごく時間がかかりますので、1回にわたり4小節ずつ解説してきております。で、今回はその3回目ということなので、ちょうどこの A メロの塊の部分というのの最後になります。なので、1回目ね、2回目、そして今回3回目見ていただくと、まあ一応一塊、A メロ一塊が見れるんじゃないかなと。そしてそのリズムの内容というのは、まあ同じような感じになってますので、一応どういうような感じで考えて弾いていくと、ご自身がきちんとリズム法を見た時に弾けるかというふうなところまで踏み込んで話してますので、ジェームス・ジェマーソンさんの本とかも販売してますけども、まあその、What's Going On 全部のね、今回全部の、パートはちょっと取り上げれないので、そこら辺とかにも譜面載ってますので、今回のことをね、きちんと練習していただくと、まあ、そのままね、全部の曲、ちょっとね、長くて非常に難しいですけども、大変ですけど、弾こうと思えば弾けなくはないので、ぜひね、そこら辺応用してチャレンジしてもらうもよしっていう感じで考えております。で、もちろんね、このベースライン、例えば思想、楽器の思想をしている時なんかでも弾くと、まあ、非常にね、難易度も高くてかっこいいベースラインとかになってると思いますので、まあ、その辺もね、まあ、うまいこと使ってもらえるといいかなというふうに思ってます。そして、まあ、今回はリズムの側面でという話を、まあ、話してますけども、そのコードに対して音がどうなのかといった類のことっていうのは、今回はそんなに深く話していかないつもりです。ですけども、このチャンネルね、まあ、そういった類の話っていうのは、また別の曲とかを取り上げて、具体的に話してる回とかもあります。で、まあ、何をあげようかな。じゃあ、ジャズの、ウォーキングベースラインの作り方、みたいな感じのやつを上に上げておきますので、こちらの方では、コードに対してどのようなアプローチをしていくといいか、そしてどのような感じでベースラインを作っていくといいかっていう話も具体的に、音の話もたくさんしてますので、もしよかったらね、そちらも合わせて見ていただけると嬉しいなと思います。そして、もちろんね、今さっきの4ビートのベースライン、ウォーキングベースラインというのは、ジャズとかに興味がある方でしたらね、コード譜から、ウォーキングベースラインが作れるような手順みたいなのも話してますので、もしよかったらね、興味がある人は合わせてよろしくお願いいたします。まあ、そんな感じでね、まずはですね、僕が、デモ演奏を12小節、全部のものをドラムと、コードを打ち込んだものじゃないかな、ベースでコードも弾いてるものを流しますので、そしてその後、最後のね、4小節の説明をするという流れでいこうかと思います。で、もしね、このような感じで、このチャンネルは、タブ譜とかなんかを使わずに、表面上でね、僕がちょろちょろっと弾いて、真似してくださいみたいな方法ではなくてですね、ご自身の、見ていただいているご自身の力となるような、もっと踏み込んだ、一歩も二歩も踏み込んだ話をたくさんしているチャンネルでございます。もしね、初めて興味られている方とかいらっしゃいましたら、チャンネル登録も何卒よろしくお願いいたします。そして今日も少しでも良かったとか、ためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。そんな感じでね、まず僕のデモ演奏から見ていただこうかと思います。どうぞ。ベース、ベース、ベース。
デモ演奏聞いていただきましたけどね、どうだったでしょうか。まあ、いつもね、ながら言うんですけど、一生懸命弾いてるんですけどね、まあ、ジェームス・ジェマーソン大先生のね、足元にもね、及ばないと思いますので、頑張って弾いてはいるんですけどね。もしね、オリジナル音源、今日、まあ、まあ、What's Going On とか、ジェームス・ジェマーソンさんとかね、興味がある人が調べてこられてる方が多いと思いますけども、もし、原曲とかね、また聞いたことないっていう人がいらっしゃいましたら、何卒ね、ご本人の演奏ね、ぜひ聞いてみてください。非常にかっこよくてね、あと、リズムもね、すごく長くて、すごく鋭くて、すごく参考になるとこ多いと思いますので、もしよかったらね、原曲の方も、聞いて楽しんでもらえるといいかなというふうに思います。よろしくお願いします。ではですね、早速出していこうかと思うんですけど、今日4小節やると言いましたけど、まずその絵の最初の2小節取り出して、下に譜面を出して、弾いていこうかなというふうに思ってます。では、出してみます。ほい、出てきました。最初にもね話したように、タブ譜は使わずにやっていくというふうな感じで説明していきます。ただ今日はね、音をどこを押さえるかっていう話も説明していきますので、まあ普段タブ譜やってる人とかでもまあ分かりやすいような感じで話していきます。まあリズムの側面とかはね、タブ譜とかを話されてる動画さんとかだったりするとあまりここまで詳しく話さないかもわかんないので、ぜひねその辺のものも習得していただけるといいかなと思います。あ、それとですね、今日のねリズム下見ていただくと分かるように非常に難易度の高いものになってます。16分音符もたくさん入ってますし、シンコペーションもたくさん入ってますので、もっとね簡単なリズムの今日ねもしこの詳しくリズムの話をしていくんですけど、ちょっと難しいなとか、あ、すごく時間かかったなとか思った方いらっしゃいましたら、リズムのね、話もものすごく細かく分かりやすいところから、もっとね簡単なものからすごく噛み砕いて説明しますので、そこからね順番にやっててもらったら、ここのねリズムまでに、ね、戻ってくるまでにも、まあどうかな、一生懸命練習してくれたら半年ぐらいあったら戻ってこれるんじゃないかなと思います。なのでね、リズムのやつも上に上げときますので、もしよかったら、合わせてご覧になってください。よろしくお願いします。最初はね8分音符からやってて16分音符みたいな感じで進んでってますので、で合わせてね教材とかも販売してますので、もしよかったらね下とかにもね貼り付けときますので、もしよかったら興味ある人はリズムトレーニングうまいこと使ってあげてください。よろしくお願いします。では、早速ね、やっていこうかと思うんですけども、まあ、下に出てる2小節ということで見ていこうかと思います。一番最初の音、これ何かというと、2分音符というものになってます。白い丸に、それから、棒がついているものですね。2分音符というものなんですけど、そのままタイがかかっているということなんですけど、タイがかかっているものっていうのは、タイを受ける側を一回9分、同じ受けてる側の音符を同じ分の9分に捉えていくとすごく楽ですよというふうな話をこのチャンネルでは解説で使っております。なので今回もそのようにやっていくんですけど、そうすると最初の2分音符というのは、そのまま2分音符をまず弾いてあげたらいいと思います。ちなみに、今日もね、いつもながらなんですけど、メトロノーム使っていきます。音源とかはね、打ち込みとか使ってましたけど、トレーニングするときはね、やっぱメトロノームで、ご自身のね、アラっていうかね、他の音源があるとね、いい感じに聞こえちゃいますのでね、シビアな感じで見ていけれるといいかなというふうに思ってます。で、今日はね、この原曲結構早かった、100個は超えてたのかな、ぐらいだと思うんですけども、まあ、今日はね、ゆっくり70からやっていきます。で、リズムトレーニングの時だとね、裏鳴らしとかね、結構難しいマニアックなこともやってるんですけど、今日は普通に表で鳴らしていきますので、そんな感じでお付き合いください。これがちょうど1、2、3、4という風な感じになってます。で、まあ、2分音符なのですごく簡単で、2つ分伸ばすということになります。F シャープの音ですね。E 弦の2フレットになります。やってみます。3、4。これだけですね。で、必ず3拍目、まあ、頭で切ってあげるというのを意識してあげてください。で、次見ていきます。で、ここで見ていくんですけども、まあ、今2分音符だったので、そのまま弾きましたけど、なんでしかも2分音符で切ったかというと、やっぱりリズムというのは続けて弾いていくと非常に難しいので、最小音符4つの塊が見れるところで練習していくといいんじゃないか、というふうに考えております。で、そう考えると次ね、赤いラインがカチャッとね、動いたと思いますけども、この3拍目というものっていうのが、まあ、ちょうどこの4つ塊、16分4つの4つ目だけ弾いてるわけですね。なので、3つはまあ休みにするという形なので、4つ塊で見ようと思うと1拍というふうな感じになります。やっています。これリズムがどういうふうな感じになってるかというと、4つ目で、4つ目だけを弾いてるということでしたので、歌というふうな感じになります。具体的に音が C シャープということですね。A 弦の4フレットになります。やってみます。3、4。歌。このような感じになります。
で、これもね、あまり短くなりすぎずにね、きちんと16分音符1個分ちゃんと伸ばせれるというのを意識して、止めてあげるようにしてあげてください。で、きちんと止めてあげることによって次の音符を弾くという風なのに繋がりますので、そこら辺があやふやにね、こう、うん、歌とかって伸ばしすぎたりすると、次に繋がらなくなりますのでね、その辺は気をつけてやってあげてください。ではね、赤いラインがカチャッと変わったと思いますけど、次、4拍目見ていきます。これは8分音符2つなので、まあ16分音符で言うと、たーたーということになるんですけど、まあ単純に8分音符2つということで、たーたーですね。4分音符が半分になってるみたいなイメージだと思ってもらったらいいです。そしてこれ、音が E の音と、それから E シャープの音ですね。これ E シャープという風な音っていうのは、まあその F の音やんけと、F ナチュラルの音やんけという人も多いと思うんですけど、もうこれ見ていただくとわかるようにね、調合がたくさんついてます。E メジャーキーなんですけども、このような時ね、シャープで、E シャープという風な感じでね、本来 F と変えた方がわかりやすいんですけども、まあ、F はね、このキーだと通常シャープがつくものになってますので、E、E シャープという風に表記されることが多いです。まあ、実際弾いてみようかなと思います。ちなみに場所は D 弦の2フレットが E で、3フレットが E シャープ、もしくは F の音になりますね。やってみます。3、4。このような感じになりますね。そうすると、今、2拍目と3拍目のバラしてたものをガチャコンとくっつけていきます。やってみます。1、2、3、4。このような感じになります。そして、2拍目、3拍目、ちゃうな、3、4拍目を合わせたものと、最初の1、2拍目のものを合わせていきます。そしてこの時に、シンコペーションの体が受けてる側は、またひとまず休符に変えてやってみることをお勧めしてます。やってみます。3、4、1、2、うん、う。このような感じになりますね。もう一回やってみます。3、4。というような感じになります。そうするとですね、この最初の2分音符が伸びて、そしてさらに普天8分、音符まで伸びているっていうような感じでやると非常にね、この3拍目の4つ目の音っていうのがあやふやになる人が非常に多いんですけども、こういうような感じで考えていくと非常に取りやすくなるんじゃないかなと思います。そしてもちろんね、この休符にした状態でありますとこの音符ではないので、どうするかというと、今このうんうと、まあこれちなみに16の時にね、こう休符の時にちゃんとつきましょうという風なものは16の前に8の時にも8ビートの時にも説明しますけど、まあよかったらね、その今先のリズムのやつ見てみてください。こう休符で2回ついてあげる、うんうたとしてあげると、この最後の4つ目の音がきちんと弾けますよねという風な説明もしております。で、このついているものっていうのを違うとこでついてあげて F の音を伸ばしてついて感じて弾く。まあ、今回の場合ですと F シャープの音が E 弦で伸びているので、A 弦のところでついてあげるといいんじゃないかなと思います。やってみます。3、4。このような感じになりますね。ではそのままね、2小節目も行ってみたいなと思うんですけど、次の音符はどうかというと、最初のに比べて1拍目が4分音符だけになってるって感じですね。これもまあ簡単なので、サクッとやっちゃいます。高い F シャープの音ですね。D 線4フレットになります。3、4。このような感じになります。そして、今さっきと同じリズムのハゲですね。今さっきは3拍目にあったものが、今は2拍目に来ているというふうな感じになります。同じようにやってみます。C シャープの音です。3、4。というような感じになります。そして、ここもね、1拍目、2拍目をガチャコンとくっつけてみます。休符のまままずやってみますね。3、4。このような感じになります。そして同じく、この F シャープの音を伸ばして横っちょでついてあげるという動作をやってみます。シンコペーションに変えてやってみます。3、4。こんな感じになりますね。3、4。このような感じになります。で、最初ね、こうバチバチ鳴らしてるとうるさいですけども、ね、休符というのはお休みというふうな感じよりも、休符を弾くといったイメージで、そこでね、タイム感が遅くなるわけではないので、そのようなところを注意してくださいという話をしてますので、最初はね、バチバチ音がするかもわかんないですけど、あまり気にせず、しっかり休符をね、休符を弾くというか、きちんとね、取ってあげるというふうな感じでやってあげてください。では3拍目に移ります。赤いラインがカチャッと移ったと思いますけど、
ここは何かというと、タータタというリズムになります。今回ね、新しく出てきたリズムですね。まあ、前回だと同じようなリズム出てきてるんですけど、そして2個目のバツと書いてある。これが何かというと、ゴーストノートというものになります。特に押さえず、弦を触っている状態、押さえてない状態で、こういう風な音ですね。こういう風な音が入ってます。ちなみにこのゴーストノートのね、箇所っていうのが、本だったりすると、まあそのどっかの弦とか指定してあるわけじゃないんですけど、まあ僕は一応わかりやすいように、そのゴーストノートを弾く弦の音ですね。今回だと A のとこにバツが振ってありますので、一応僕だったら A 線でゴーストノートを使うかなという風な感じで書いてあります。そして次また C シャープの音という感じになりますね。やってみたいなと思います。1、2、3、4。このような感じになりますね。まあそういう風に考えていくとそんなに難しくないかなと思います。ちなみに音使いですけども、今回ほとんどが、まあルートと5度でできてて、まあこの E シャープのところが、E のところがセブンス、そして E シャープですかっけね。これがまあ F シャープに向かっていくための、まあ経過音みたいな音になっているというような感じになってますね。非常にシンプルな感じになってます。ではね、リズムの解説、残り1個やってみたいなと思いますけど、4拍目なんですけども、これはね、またシンコペーションがかかっているので、休符に変えてあげる。つまり、リズムとしては、うんた、うんた、8分音符で言うなら、うーた、という感じになりますね。ちなみにこれは C のナチュラルの音になってます。これもね、同じく次の音が B に行きたいので、まあ、経過音になってる、みたいな感じになってますね。では、やってみたいなと思います。1、2、3、4。このような感じになりますね。では、今さっきやった、3拍目、4拍目をガチコンとくっつけていきます。やってみます。3、4。このような感じになりますね。で、今、シンコペーションを受けてるところを急風に変えてたんですけど、まあ普通に触ってしまうとね、音が止まってしまうので、横っちょについてあげる。ことによって音が伸びてくると思います。やってみます。3、4。このような感じになりますね。では、1拍目、2拍目と3拍目、4拍目をくっつけてみます。1、2、3、4。このような感じになりますね。では、1小節目と2小節目、出てる分だけをガチコンと全部くっつけてみます。3、4。という感じですね。もう変えてみます。3、4。このような感じになりますね。では、残りの2小節は、一回切って、続きをやっていこうかなと思います。はい、どうもです。ではね、残り3、4小節目、やってみようかと思います。まあ、12小節塊の11小節目、12小節目になりますね。では、下に出してみたいなと思います。ほい、出てきました。こっちの方がね、音符がいろいろ埋まってて、ちょっと大変そうな感じに見えますけども、難易度としては同じような感じになります。では、見ていこうかと思います。カチャッとね、また同じく赤いラインが出たと思いますけど、今回ね、これ見てみると、1拍目、2拍目も同時にやってます。これはなぜかというと、この1拍目、2拍目の間には16分音符といったものが出てこないので、8分音符、最小音符が8分音符というふうに考えることができると思います。で、これ8分音符の3つ分と4つ目にまた弾くというような感じになります。単位が今さっきと違うので、速度というか、音の長さですね、が違うので気をつけてやってあげてください。これは、た、あ、あ、た、というふうなリズムになります。音は具体的に B の音ですね。A 弦2フレットの音。そして、4つ目の音っていうのが、D シャープですね。これは、D 弦の1フレットになります。やってみます。1、2、3、4。このような感じになります。そして、3拍目ですね。カチャッと赤いライン変わったと思いますけど、これはまたね、シンコペーションの帯が受けてるので、音符の長さ分だけ、つまり16音符だけ休むに仕上げる。そうすると、ここのリズムというのは、歌、たという風になります。口に出して言って、声に出して言ってみます。
三四、うたあた、うたあた、というような感じになります。で、音は今さっきの E と E シャープ同じですね。弾いてみたいなと思います。三四、三四、このような感じになります。ではね、4拍目、続けて弾いていこうかと思います。こちらもね、リズムは今さっき出てきたリズムと同じになります。そして音が F シャープの音、そして A のナチュラルの音、そして A シャープの音ですね。これは、A の音っていうのが、G 線の2フレット、そして A シャープというのが3フレットというふうな感じになります。やってみたいなと思います。1、2、3、4。こんな感じになりますね。では、2拍目、3拍目、4拍目をくっつけていきます。3、4。このような感じになりますね。では、1小節目、2小節目、1拍目、2拍目、3拍目、4拍目をくっつけていきます。3、4。感じになりますね。そして、2拍目と3拍目の間のシンコペーションのところ、急譜に変えたものを、シンコペーションに戻します。3、4。こんな感じになりますね。もう一回やってみます。3、4。こんな感じになります。では続けてね、最後の小節、1拍目を見ていきたいなと思います。これはそのままね、タタタタと4つ弾いてます。そして B の音、B の音は出てきてないですね。G 線の4フレットになります。そして A の音、F シャープの音、ゴーストの音は今さっき出てきましたね。やってみます。1、2、3、4。このような感じになります。そして次ですね。次の音符というのが、これは、特にタイがかかっているわけではなく、たーあたと、1個目と4つ目を弾いていきます。今さっき出てきた B の音とゴーストの音ですね。やってみます。3、4。このような感じになりますね。では、1拍目と2拍目をくっつけていきます。3、4。このような感じになりますね。そして、3拍目、そのままじゃんじゃんいきたいなと思います。これ8分音符。今さっき出てきたのと同じですね。1回出てきてますね。そして B の音です。弾いてみます。3、4。という感じになりますね。そして4拍目、じゃんじゃんいってますけども、これも今さっきと同じ。4つ弾く感じですね。音は、A の音、そして G シャープの音、そして G ナチュラルの音になりますので、A の音っていうのは A 弦開放弦ですね。細い弦から見て3番目の音です。3弦ということになりますね。そして G シャープが E 弦の4フレット。そして G のナチュラルが G 弦の3フレットになります。ちなみにこの後コードがね、F シャープのルートに戻ってきますので、まあ、これもこうな、音が流れてってるという感じになります。4拍目だけやってみます。3、4。こんな感じになります。では3、4拍目弾いてみます。3、4。こんな感じになりますね。では、4小節目をね、全部ガチャコンとくっつけてみようかと思います。やってみます。3、4。こんな感じになります。ではね、出てる2小節全部弾いてみたいなと思います。やってみます。3、4。このような感じになりますね。では、せっかくなんで、今日もね、今日やった4小節全部まとめて弾いてみようかなというふうに思います。では、全部まとめて出してみます。ほい、出てきました。ではですね、ちょっとテンポ上げて、しかも裏でね、やってみましょうかね。80ぐらいでやってみましょうか。ワーン。裏っていうのは8分音符のね、裏になります。ワン、ツー、サン、シー。というふうな感じで続いていきます。もうちょっと上げてみましょうかね。100ぐらいでやってみようかな。103でやってみます。ワン、ツー、サン、シー。
というような感じになりますね。まあ原曲だったらこんなもんかな。ちょっとめっちゃ早くやってみましょうか。表で130やってみましょう。ワン、ツー、サン、シという感じになりますね。まあ、こんな早く弾く必要ないですけどもね。そんな感じでね、今日もね、リズムをね、大きく取り上げてやってきましたけど、いかがでしたでしょうかね。今日のね、ベースライン非常に難易度が高いものになってきてますので、もちろん僕の解説聞いてできるというのはね、まあ面白い、弾けるようになったら面白いところはあると思うんですけど、やっぱりね、できればね、ご自身の力でこう解読していって弾けれるっていうのは、逆に何かね、リズムをパッと弾いたときに、やっぱりその自分が何を弾いてるのかっていうのが明確に分かると、やっぱり強いと思いますので、よりリズムがシャープになっていくと思いますので、まあそういったところをね、感じてもらいたいなと思ってやってる企画でもありますので、もしよかったらね、あのリズムの最初のこれも上げましたけど、非常に簡単なとこからリズムのトレーニングしておりますので、まあそちらもね、まあパパってやれるとこはね、流していただいて、ちょっとね、難しいなと思うとこからじっくりやっていただけるといいんじゃないかなと思います。なかなかね、リズムの話ここまで掘り下げてる、チャンネルとかね、教材、教則ビデオとか、あんまりないと思いますので、うまいこと活用していただけると嬉しいなと思ってます。たくさん上げてますのでね、よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じで、今日はね、ジェームス・ジェマーソンさんの名演を取り上げて解説していきました。3回にわたってということでね、今回で一応完結ということで、またね、この企画ね、何でしたっけ、フレーズの宝箱という風に言ってね、いろんな著名なベーシストのフレーズ取り上げてますので、またね、いつかね、別のベーシストさんの、フレーズ取り上げたいなと思っております。もしね、今日初めて見られた方とかね、チャンネル登録まだお勧めでない方いらっしゃいましたら、このようなね、ちょっと込み入った深い話をしているね、話をたくさんしてますので、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして今日も少しでも良かったとかためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。そんなこんなでね、今日は終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。